アデルスティーン・ノーマンは、ノルウェー出身で、ドイツのベルリンで活動した画家。1848年、ノルウェー西岸の町防団で生まれた。ノルウェーで教育を受けた後、商業の教育を受けるために、コッペンハーゲンを訪れ、美術館で強い印象を受け画家になる決意をした。1869年から1873年まで、ドイツのデュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、 風景画家のオスバルトはヒエンバフハに学んだ。エストニアの画家、オイゲン・デュッカーにも支持した。1872年にデュッセルドルフとコペンハーゲンの展覧会に初めて絵画を出展した。1873年にはウィーン万国博覧会の展覧会にも出展した。1873年に結婚してデュッセルドルフで暮らした。1883年から ベルリンに移った。ベルリンのほかデュッセルドルフ、ロンドン、ミュンヘン、パリ、ウィーンなどで展覧会を開いた。彼の作品のほとんどは風景画でノルウェーのフィヨルドを描いたものが多い。1892年、同郷の画家エドバルドムンクにベルリンでの展覧会の開催を進め、ベルリン芸術家協会の委員として招待状を送った。しかし、 ベルリンでムンクの作品は激しい賛否両論を巻き起こし、境界分裂のきっかけとなった。1917年に健康上の理由でノルウェーに戻り、闘病の末、1918年死去した。生誕地のボーダンには彼のための美術館が建てられて作品を展示している。ノーマンの作品は、ベルゲン、シンシナティ、ケルン、ドレスデン、リーズ、 リバプール、ストックホルムなどの美術館に収蔵されている。ありがとうございます。